1949年、吹き矢二12月2日から1979年5月6日は、差し絵画家、詩人、アニメーション監督、女情画という言葉の考案者。1898年12月2日、新潟県北神原郡水原町生まれ、新潟県柴田町出身。本名は、和夫といった、吹き矢二の自伝小説、花嫁人形、乙女妻によれば、 父親、伝松は、新潟市、新潟島の信濃川河口付近にあった三田工事に、土蔵と屋敷を構えた北前船の海鮮トンや、三田当主の次男であったが、当主は廃業し、柴田町にて、活版印刷所を開業。伝松と、職人たちは、印刷汚れを落とすため、近所の湯や、広工事の、有馬の湯に毎晩通うが、番台に座っていた教人型のような美貌の、 看板娘、新母越と、伝末が恋仲になり、水原町へ駆け落ちする。1898年12月2日、伝末19歳、越15歳の時に、水原町にて工事を出産。伝末は、活版印刷所を開業するが失敗。1899年3月、貧困の末、柴田町の母親の実家である、有馬の湯に、工事を預け、父母は、 新潟市東堀通りの堀に面した2軒切りの借屋に引っ越しする。父は新聞記者へ転身。1902年3月2日、弟虎尾が柴田町の実家で生まれる。3月末、父親が実家まで迎えに来て、一家で新潟市東堀通りに引っ越し。東堀前通り八番町付近には当時から復帰屋工事が存在している。家族4人となり、 生活に無理が生じ、父が柏崎の新聞社の食事校に転身、一家で柏崎の裏通りの二軒長屋に一年暮らす。病弱な母親が、この頃から寝たり起きたりの生活となり、工事が使いをするようになる。しかし、父親の酒癖のために生活は苦しく、柏崎での生活を諦める。父親は、才能を惜しむ先輩の口添えで、再び、 新潟市営書通の新潟中央新聞に入社。一家で営書通の堀端近くにあった新潟中央新聞社の物置の中2階に引っ越し、父親がアルコール中毒の禁断症状で苦しむようになるが、この頃の工事は貧しい生活でも父親の酒癖さえなければ天国だったという。1905年4月、工事は西堀小学校に入学。 1907年2月19日、弟春男が生まれる、同年、英書通の家で、父の素人離れした絵と母が描く、タコ入道の絵を見る。この時の母による絵の指導がきっかけで工事は絵を描き始める。1908年9月4日、英書通の家にいた一家は、新潟大火で焼け出される、柴田町の有馬の湯からほど、遠からぬ。 かかりそう町浦路地の七軒長屋に引っ越し、父は柴田町の新聞社に就職。工事は柴田町の柴田本村人上小学校に転校する。この頃から竹久夢二の絵を投射する。夢二の画風が母親をイメージさせたためだった。母親は、有馬の湯の横にある兄嫁の髪湯院の店を手伝ったが、異病で大量凍血し、3ヶ月間床につく。1 9十一年。 柴田本村人常小学校を卒業する。父親が新津の岩越新報の主筆として迎えられることになり、母親を柴田町に残し、工事も新津で暮らす。新津人常高等小学校に入学する。仕事がうまくいかず、再び父親は新潟中央新聞の後ろ身に迎えられ、主筆となる。一家は王子の家があった新潟市白山浦に引っ越す。 病弱な母親を支えながら、近くの白山公園を散歩し、公園から望む雄大な品濃川の景色を母子で眺めることが、工事にとって何よりも幸せな時間であった。1911年8月17日、母江は、工事12歳の時に28歳の若さで死去。工事の記憶に残った、若く美しい母への追母の情が、後の作風に大きな影響を与えた。 母親の死により家族は離散。おじの世話で、新潟市の有名な株式仲外店の新潟支店にて、デッチ暴行をするが、翌年突然倒産したため、新潟市小町地域の鶴木洋服店で、デッチ暴行。その後、父親の紹介で、印刷会社、公友者に移りデッチ暴行、月給で毎晩難画を学ぶ。1912年、貧しいながらも恵まれた絵の才能が、 桜井四作、公有者社長の目に留まり、小町地域出身の日本画家の尾竹け派の弟子になる、よう勧められ、14歳で上京。内弟子として畜派の下で、日本画を約5年学ぶが、父親の仕事の関係で、カラフトへ渡ることになり、それを機に放浪画家の生活を送ることになる。1919年、畜派門下の兄弟子の戸田海部へを頼って上京。 戸田会的の紹介で、日米図案社に入社、図案家として、デザインの修行をする。1920年、22歳、竹久夢二を訪ねる。夢二に、雑誌、少女画法主筆の水谷勝るを紹介され、吹き康二の筆名により、同志へ、差し絵掲載のデビューを果たす。吉谷信子の少女向け小説、花物語に描いた差し絵が、評判になり、 10月総監の講談社、婦人クラブのカットなど、差し絵画家としての仕事が増え始める。1921年、竹久夢二の許可を取り、工事に改名。朝日新聞に、連載の吉谷信子の長編小説、海の極みまでの差し絵に大抜擢され、全国的に名を知られるようになる。少女画法、例女会、少女クラブなどの雑誌の表紙絵や差し絵が大評判で、時代の長寿となり、 夢寺と並び称されるようになる。1924年2月、霊女会に発表した死が花嫁人形は、後に杉山馳生夫の作曲で同様にもなり、工事の代表作となった。他にも9冊の死画集を出版。挿絵に感傷的な余韻を残し、見る者に描き手の思いを伝える絵を手がけたいと、自らの絵を女情画と名付けるようになる。百二十五年。 差し絵画家としての生活に飽き足らず、フランスのパリへ留学、苦学の末、フランス国民美術協会のサロン、サロンドートンヌ等への連続入選を果たし、また、フランス画団で活躍する日本人画家の藤田津口や東郷聖治等と進行を深め、画家としての地方を固めつつあった。1929年、東京の留守宅の経済的破綻により、急ぎ帰国。 借金返済のため、心ならずも挿絵画家の生活に戻るが、パリ風のモダンな画風は一世を風靡した、工事を世に送り出した、夢児の柔らかい画風とは対照的に、この頃の工事の挿絵はシャープかつ洗練された線で描かれ、都会的な香りに満ちていた。1935年、滋賀州花嫁人形出版。しかし、 やがて戦争に突入し戦時色が強くなると工事の絵は時世に合わず制作を休止。ただし1943年航空報告を掲げる大日本航空美術協会主催の第3回航空美術展に招待作品として戦争が天平新城を出品している。終戦後は復興された各紙に執筆を再開、1953年の小学館の絵本や、 1956年の、講談社の絵本など、20冊を超える絵本の差し絵で、子供に親しまれた。1954年、日本初の本格的アニメーションスタジオ、東映動画スタジオの設立に参加。1958年4月5日、東映動画初のカラーアニメーション映画、夢見童子を監督。夢見童子は、初の長編カラーアニメーション映画。 白蛇伝公開に先駆け、テスト的に制作された短編アニメ作品の一つであり、東映動画初期のアニメ技術蓄積に寄与した。工事は、夢見同時制作にあたり、監督業だけでなく宣伝広告のデザインまで一人、何役も担当した。このマルチなプロデューススタイルは、後の宮崎駿のスタイルの先駆けとなった。なお、映画、白蛇伝に感動して、 東映動画に入社した一人が宮崎駿である。さらに、手塚治も、自伝、僕は漫画家にて、映画、白蛇伝に刺激を受けて、自らのアニメーション制作を決意したと記載している。その後、工事は監督業を務めることはなく、交渉担当として、アニメ制作に関わるが、高畑伊佐若いスタッフたちから、吹き屋先生と呼ばれ、親しまれることを喜びとし、 仕事がない日も、東映動画に通い続け指導した。1966年、工事の画業を50年記念として、当時の新潟市長らが、発起人となり、工事の希望で、新潟市中央区西堀通りにある、現在のイタリア県防に、花嫁人形の死費が混流。除幕式には、工事夫婦も招かれ、工事の後輩大畑小学校の児童40人が、花嫁人形を歌い祝った。 死費には少年期このイタリア工事近くに石品の中で過ごしました。15歳で工事を生み、29歳の若さで行った発酵の母の面影を西堀を行き交う舞子の姿に求めて、しばしばイタリア県前に佇んでいた工事の思いがこの詩を生み、杉山馳生の旋律に伴われて哀愁に満ちた普及の名曲として今に歌われています。とある。 1968年、三島幸男の若き日の小説作品、三崎にての物語に、彩色画が、挿絵想定に用いられ、三島も、工事へのオマージュを記した。1973年、75歳、第5回、吹き康工事古典が、新宿、小田急百貨店画廊で開催。有志日の母親との思い出を描いた新作、西堀通りを発表。 工事最後の新作展となる、1979年、中井津温泉病院で、急性心不全により没した、去年80歳、工事の死後、机の中に残されていた手記には、体の弱かった母親が自分と弟たちを産んだ負担で、結果的に創生してしまったことへの残悔と、あの世から再び母親が自分を迎えに来てくれることを願う、晩年の工事の思いが綴られていた。 1987年、柴田市の工事の母方実家が近くにあった、柴田市役所の隣に、吹きや工事記念館が建設された。また、花嫁人形を歌い継ごうと、1998年から毎年同士にて、全国、花嫁人形合唱コンクールが行われている。ありがとうございます。